もしあなたもアザモ勢のご加勢に。聞いたことがないな。百姓と漁師が蒙古と戦うために結託したのです。私は稽古を任されました。それは勇ましいな。稽古の守備はいかに。それが時を過ぎても誰も現れず、探しに参ろうかと。どこをいたそう。近くの百姓の家にあります。野営の場所を聞いてみましょう。幼い頃から憧れてきたお侍様と肩を並べるとは恐れ多いこと。太刀も馬も扱えるではないか。私の村は幾度となく海賊どもに襲われ、父も母も殺されてしまいました。身を守る術はそれから苦労して磨いたこの剣の腕、役に立つといいのですが。我流の武士ということか。あれは火事か。あの家から。猛虎だ。おい、そうなら蒙古は野営も探し当てるぞ。もっと早く来ていればまだ救える命はある。あの音、野営が見つかったやもな。助けに行かなくては。お急ぎください。待て。いい子だね。救えぬ者もいる。ならば敵を討つまで。戦の前は心を静めろ。待て。
としまえぬ。やりました。腕はあるが焦りは禁物と申したであろう。あなたは腹が立たないのですか。武士の刀は己を映す鏡だ。怒りに飲まれれば切れ味も鈍る。なるほど。故郷に戻り心の御仕方を学びます。それでよい。だが戒めを忘れず抗い続ける。そういたします。